もしハーツラビル寮以外の寮に入ることになったら、どの寮を選びますか？ハーツラビル以外の寮か。考えたこともなかったな。本当ですか？変なルール、じゃなかった。厳しいルールがたくさんある寮なのに。ああ、闇の鏡が選んだわけだし、それにどの寮に選ばれてもある程度の苦労があるのがこの学園だろ。ああ、それは確かに。自分で別の寮を選ぶとしたらか。そうだな。とりあえずサバナクロー寮はやめておきたい。え、ワイルドでかっこいいのに。トレイさんはガタイがいいから、あの寮服も似合いそうで羨ましい。もしかしてエペルはサバナクローに行きたいのか。すごいな。俺はやっていけそうにないよ。サバナクローは何事も実力主義だろ。俺は勝負事の類はあまり好きじゃない。だからそうだな、質問の答えはオクタビネル寮ってことで。オクタビネル寮生は狡猾で油断ならないってビルさんが言ってました。エース君やデュース君の話を聞いていると、トレイさんは親切で面倒見が良さそうだし、オクタビネル寮はあまり合わない気がするかな。あいつら俺の知らないところでどんな話をしているんだか。エペルの評価はありがたいが、別に俺はいいやつってわけじゃないぞ。オクタビネルを選んだのだって俺に都合がいいからに過ぎない。それはどういう。オクタビネルは個人主義で、自分の仕事さえ責任を持ってこなしていれば OK な印象がある。モストロラウンジでスイーツ担当として腕を振るえば、すぐに安定したポジションにつけそうだ。そういえばトレイさんはハーツラビルのお茶会でもスイーツ作りを担当してるんですよね。ああ、それにオクタビネルはハーツラビルと違って提供するメニューに細かいルールはないはず。旬の食材を使ったスイーツを作るのに、法律で決められた細かいルールを気にせず済むのは魅力的だ。パートの女王の法律は、曜日や天気、ハリネズミや猫の行動一つでメニューに影響が出るからな。曜日や天気でメニューが変わる。本当にハーツラビル寮生って大変。そうでもないさ。何でも自由と言われるより、ある程度のことは決められてた方が楽なこともある。例えば何が食べたいと聞いた時、何でもいいと言われるとちょっと困らないか。それは少しだけわかるかな。たとえナンセンスでも、ルールを守ってさえいれば平和なハーツラビルは俺の性に合ってるんだよ。